サクセスの部活ということで、今回はネックの練習はいらないという動画をお送りしたいと思います。サックスのミキです。今回はですね、コメント欄に来た質問にお答えしたいと思います。この方はですね、マウスピース練習、僕がよく言っているマウスピース練習に対してちょっと疑問があると。あと以前通われてた教室で、最初の音楽教室で習った内容について、これどうなんですかみたいな感じですかね。まあ、そういった内容で質問いただきましたので回答したいと思います。これね、基本的な話になるので、基礎力を上げたいとかですね、まあ、ある程度やってきて基礎を見直したいという方、ぜひご覧ください。じゃあですね、質問内容の方ね、いきたいと思います。この方はですね、上田誠二さんということですね。どうもありがとうございます。いつも動画を見て勉強させていただいております。マウスピースのみの練習でコンサートキーの C の音を鳴らす必要があると言われていますが、私の場合は普段の口の締め方では B くらいの音になります。必ず C の音は必要なのですか？アルトサックスのネックのみにマウスピースを挿した状態で、かっこコルクが5ミリぐらい余る状態で A フラットの音が出れば、アンブシュアの締め方であれば問題なし。最初の音楽教室で言われていました、チューニングする際、まず最初にネックのみで A フラットが出るまでマウスピース抜き差ししてチューニングし、次に本体につけてロングトーンしてから再度チューニングをします。あくまでもマウスピースのみの C は絶対必要ないでしょうか？テナーサックスの場合もご教授していただければ幸いです。よろしくお願いいたします、ということですね。はい、どうもありがとうございます。この内容をね、ちょっともう一回こっちにまとめ直しました。まあ2点あるんですけど、まず1点目がマウスピース練習で C の音は必要ですかってことですね。でこの方の場合は B の音が限界ですってことですね。で2点目は、最初に習ってた音楽教室ではですね、ネックプラスマウスピースの練習でコルクが5ミリ程度余るぐらいっていう、ここの幅のことですかね、これが5ミリぐらいになるようにして A フラットの音が出るように抜き差しすれば OK って教えられてたんですかね。でその後本体につけてロングトーンしてもう一回チューニングするということを教わってたということですね。あとテナーサックスの場合はどうですかってことなんですけど、じゃあこれお答えしていきますけど、まず1点目のマウスピース練習の C は必要ですかってことですね。まあ、これはですね、 C が出るに越したことはないです。僕は C を目指してもらいたいなと思ってる人間です。こっちにですね、適正範囲を書きました。でアルトの場合はラーからド、これコンサートキーですね。イン C で、これこっちもイン C です。イン C でラーからドやったら OK な範囲ですよってことです。でテナーは、まあ、ソーから C フラット、このソーっていうのは大体ですね、テナーで出る音って言うと C フラットが確か限界です。セルマのマウスピースとかだと A ぐらいかもしれないですっていう感じで、まあ、幅はあるんですよ。ただ C より高くなるともうちょっと口を閉めすぎかなっていうふうに思ってます。これは今まで僕もですね、いろいろちょっと勉強してきて、その情報をもとにですね、こういったことを言っております。でこの質問者の方は B の音が限界ということなので、 B の音というのはこのドレミで直して C の音ですね。C の音はこの範囲に入ってるから、まあ OK じゃないですか。だから別に C は絶対必要かって言ったら、 C は出せますから、絶対というか、まあこのね、マウスピース練習の目的なんですよね。マウスピース練習の目的が何かっていうことを理解していただけると、その音にこだわらなくなるかなと思います。というのはこのマウスピースね、結構音いろいろ出るんですよ。例えば C の音って言うたらね、これが C の音ですよ。だからコンサート C の音、この音出ますけど、この音だけじゃなくて、こういうふうにね、1オクターブ以上出るんですよ。でこれは、まあ、どうやって出してるかって言ったらね、喉のコントロールです。喉を動かして音を、音程をいろいろこう下げてるんですよ。このマウスピースで C の音が出せるぐらいになると、そのいわゆる喉がちゃんと使えてる感じになるんですよね。まあそういう意味も込めてやってます。でプラスアルファ、このねマウスピースの音が、こういった音を鳴らそうと思ったら、まず口がある程度閉まってないと鳴らないんです。だから口が緩みすぎてるかどうかも分かるわけです。であとは息がしっかり出てないと、こういうね、しっかりまっすぐした音が出ないです。まあ、そういう意味でも呼吸もちゃんとできてるかどうかがチェックできます。という感じで、サックスをこれね、本体で吹くための土台作りとして、これね、すごい分かりやすいんですよ。ということを理解していただきたいんです。でその上で、C を出せるようになったらいいんですけど、正直その C 以外の音も出ます。で、ただこれをそのアマチュアの方がやると、口を緩めて出していっちゃうんですよね。でそうなると、
まあ、このソーぐらいまでが限界です。コンサートのドシラソーぐらいが限界で、あとはピヒョーと音がね外れたり、ピーっていうね音が外れたりします。それは口を緩めてるだけですから、じゃなくて口をしっかり締めて、喉のコントロールで音程を変えるっていうのがね、まあ大事になるんですけど、でもこんなことをですね、いきなりサックスの経験が浅い方に言っても分かるわけがないですから、とりあえずコンサート C の音をまっすぐ出しましょうと。まあそれだけできるようになってください。で、それができるようにしっかり吹いていきましょうね、みたいな感じで言ってます。で、さっき吹いた音階練習というのは、上級者がやるオーバートーンですね。まあそういった練習をやるときに導入します。それまでは言わないようにします。ちょっと混乱しちゃうんでね。ということなんですよ。だから、まあ、この方が B が限界になったら、まあまあ、しゃあないんじゃないですか、それはね。まあ、吹いてたら、そのうち喉もね、だんだん動いてくるんで、その喉を動かす感覚っていうのは、とにかく分からないんで、分かりにくいんですよ。だから、まあ、B が限界になったら B でいいと思いますよ。ただ、まあ、僕はレッスンでは、まあ、C まで出せるように指導してます。ただ、C が出ないとダメみたいな言い方はしてないですね。まあ、近いところでいいんじゃないですか、みたいな感じです。何度も言いますけど、適正範囲があるんで、コンサートのラーからどうやったら OK じゃないですかっていうのが、まあ僕の意見ですね。それを分かりやすく C だけを言ってる場合が多いと思ってください。次2点目のその教室ではこの練習ですね、ネックの練習ですね。これでなんかそのこの練習の仕方は僕全然知らなかったですけど、刺す深さが5ミリぐらいにして A フラットが出るように抜き刺しすれば OK っていうのがちょっとここがよく分からないんですよね。でその後本体につけてロングトーンしてからチューニングすると、結構手間がかかるかなっていう感じなんですけど、まあこれはちょっと僕はいいも悪いも何とも言えないですね。ちょっとまた聞きの情報なんで、その指導者がどういった意図でやってるのかがわからないんで、いいも悪いも言えないです。だからこの意見に対してはノーコメントって感じですかね。ただ僕がこのネックの練習に関して思ってることはお伝えしようと思います。ネックの練習に関してですけど、僕は基本的にはこのネックの練習ね、あのマウスピースをネックにつけた練習っていうのは初心者の時にしかやらないです。僕のレッスンではです。だからせいぜい1ヶ月2ヶ月ぐらいで、それでもう音がこれで鳴らせるようになったらもうそれ以上はやらないです。というのはそれ以上やってもあんま意味ないと思ってます、僕自身はね。これいろんな考え方があると思いますよ。というのはこれで音鳴ったら次もう僕の場合はですね、あの音出しはこのマウスピースの方に移行するんですよ。でマウスピースでピーって鳴らしてから本体につけたらもうそれで何も問題ないんですよ。もう何百人の生徒さんやってますけどそれで問題ないし、僕自身も、そのやり方を導入してからの方が調子が崩れることがないです。というところから、まあ、ネックの練習はいらないはてなって書いてますけど、初心者の時はやった方がいいです。初心者の方っていうのはネックの練習しないとね音出せない場合が多いんですよ。というのは上の歯がしっかり固定できてないんですよ。置くっていうんですけどね、上の歯がちゃんと置けてないから、この根っこを加えてこう鳴らす時に親指でねこう上に押してあげるんですよ、こうマウスピースね。で上の歯にグッグッグッってこうやって押してね、上の歯で止めるみたいな、こう固定する、この感覚をつけないと、こうやってね吹けるようにしないと、上の歯が浮いたらですね、こうビビビビビみたいな音になっちゃうんですよ。これがポーンってなるように親指で上の歯に押し付ける。それで固定する練習をして、それからこの本体につけてこう鳴らす方がですね、まあ、はるかに吹きやすい場合が多いんですね。というふうな目的で、僕の場合は生徒さんに初心者の段階の時ですね、まあ、楽器を持って1ヶ月2ヶ月ぐらいの間だけネックの練習をやってます。でその時はマウスピースの練習はやってないです。で 1、2ヶ月ネックの練習をしてから、ネックの練習はもうやめてマウスピースの練習に移行してっていうふうにやってます。それを音出しの最初としてやってます。だから要するに、だからネックでちゃんと音が出るようになったらマウスピースの方に移行して、あとはネックの練習はもうやらないで、やってたら別にそれもやらなくていいですよって言ってます。はい、というふうな考え方です、僕の場合ね。でこの、紹介されてる2番のやり方、一応これ僕もやってみました。やってみましたが、とにかく意図がわからないんでちょっとよくわからなかったですね。でコルクが5ミリ程度余るくらいっていうのは、これね、マウスピースってね、メーカーによって長さ結構ちゃうんですよ。例えばヤマハとセルマーのマウスピース結構長さ違いますよ。であと長さが一緒でも中の構造がね、あのメーカーによってちゃいますから、この刺す深さがどれぐらいが適切かっていうのはまだちょっと変わるんですよね。だからこの5ミリ程度余るぐらいに刺して
から A フラットが出るように抜き差しというのがちょっとここはよくわからないんですよね。どういうことなのかが、だから5ミリ程度になるような吹き方にしていくんだとわかるんですけど、そうじゃなくて A フラットが出るように抜き差しするっていうから、だからまず深さ変わっちゃうじゃないですか。これはまあ分かりやすく、とりあえず5ミリ程度余るぐらいまでグッて刺してから A フラットが出るように抜き差しするっていう意味ですか。まあそうやったらもうまあ分かるんですけど、このコルクチューニングのね時のそのコルクにどれぐらい刺すかっていうのはチューニングの音にかかってますから、マウスピースのその長さがどれぐらいというのはまあ関係ないですね。多分そういうことは言いたいんじゃないんだと思いますけど、はい、まあ一応ちょっと触れました。はい、でその後ロングトーンしてからもう一回チューニングするということなんですけど、うん、まあこれもですねちょっと僕はよくわからないんですよ。だからそのとにかく意図がわからないんで、これがイエスともノーとも言えないっていう感じ、ノーコメントって感じですね、という感じです。はい、で、まあ、この方のメインの質問はマウスピース練習で C は絶対必要ですかということですけど、世の中でね、まあ、絶対がないんで絶対必要ではないですよ。ただ近い音は出せた方がいいですってことです。で適正範囲はこの音ですってことですね、というふうにご理解いただけたらと思います。で、まあ、ちなみに繰り返しになりますけど、この C の音が出るようになると喉もね使えてることになりますから、音の質がねちょっと変わるんですよ。それはあの僕は実感としてあります。はい、だから C の音は進めております。ただし C より高い音になると口閉めすぎになるんで、それはあのやる必要はないです。ということでこの方の何らか参考になれば幸いです。こんな感じですね、サックスに関することであれば何でもコメント欄の方に書いていただきましたら随時こういった動画とかコメントで返信します。あとこのチャンネルの動画が役に立っていて応援したいという方はチャンネルメンバーシップとスーパーサンクスやっておりますので、ぜひ概要欄の方からご確認ください。サックスの